どのぐらい入ってんの？1分ぐらい。相田さん、もしあのトイレじゃないやったら出てきたって、一人女の子トイレ行きたいって。あ、もちおじさん。もう15分ぐらいおる。まあ10分15分ですかね。あ、あいだらさん、女の子トイレ行きたいって言ってあんねん。出てきたって。なんで入ってるんだよ。なんでって言われても。え、そんなに飲んでるんですか？いや、なんか飲んでない。どうぞ。はい。あれ。マリオ。はい。あ、はい。あ、え、じゃあ僕出しましょうか？いいよいいよ。お金教えて。はい。20万。はい。いつものやつでいいですか？お金下ろしに行こう。ありがとう。ありがとう、こっか。これ4階か。あいちゃん、ありがとう。持ち逃げしないでしょ。うわ、相沢さん、トイレいらんだろ、どう考えても。ありがとう。大変な夜ですね。そうですね、大変な夜です。ありがとう。もう配信します、僕も。よいしょ。ありがとう、ありがとうございます。平和枠です。つけてくれてありがとうなの、わかんないけど、うん、反省なんかしてないでしょ。うん、ああどうも、僕の初めまして。やっぱりそこだよね。あ、そうです、そこです、そこです、はい。まだみんないますね。まだみんないますよ。よくわかんなかった、見てたんだけど、なんかどこの枠で見ていいかわかんなくて。はい。危ない。危ないですか、すみません、すみません。なんかお買い物ですか？あ、そうです、ちょっとお金下ろしに。でもリスナーさんとか誰もいない。で、リスナーさんとかは、いない。いないかも、配信者、あ、だからパチオジぐらいかな。あ、じゃあ行きにくいね。まあでもせっかくなんで顔を出すぐらいなら大丈夫ですか。まあそんな長いしなければ。まあなんか気まずい、みんな配信者さんばっかりやったら、はい、なんかね、申し訳ない。最初見た時に、あ、多分これ配信者さんばっかりだと思ったから。あ、そうですね、配信者しかいないですね、今。それはとつれないなと思って。あでもちょっとゼロワンさんにも挨拶したかったんだ。あ、それだけだったら別に大丈夫だと思いますよ。いやでも入る勇気が。まあ確かに。ここで待てたりしたらやらしい。いや、今気づかなかったけど、あの今コンビニ行って帰ってくれただけなんで、一緒に行きますよ、そしたら。いいですちょっとコンビニだけ行かせてもらって一緒に帰ってくる。あ、行きます、じゃあ一緒に。あ、ありがとう。なんか私は初めてな気がしなくてごめんね。あ、いいですよ、いいですよ、あ、いえいえ、すごいね、この街は。どう？え、今から行く。あ、後輩までちょっと、はい、しましょう。あ、本当だ、ゲボだ、危ない。ああいう危険があるからね。ああ、そうですね、この町は。ちょっとここに置いといていいですか、ちょっと。いや、ここでお留守番しておく。はい、こっちだったら映んないね。はい、映んないです。オッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、現場にしておく。
行きますか。いいのかな。はい、いいです。いいですよ、いいですよ。はい、なんか途中途中見てたらさ、はい、難しい話してるし。はい、難しい話してましたね。空気が。あ、ごめんなさい、ゲボ。再び忘れてた、ゲボ。ありがとう。え、誰も配信してないの？嘘でしょ。山田してんじゃない？山田さんがつけた、うん。山田がしてんじゃん。俺の嫌いな山田。OK、ありがとう。ありがとう。俺もね、またそれなりにね。ちょっと。うん。そう、簡単な話だね。いや、相沢さんも出てったの？どこだっけな、これどこだっけ。相沢さん出てったな。あ、ここだ。あ、ここだ。いいのかな、なくても本当申し訳ない。いや、いいですよ、これもうお店って広いの。いや、狭いっす。広かった隅っこの方にちょっと入れるちょっと入れないか、満席って感じなんで今。そんなにいっぱいなのか。はい、だからちょっとゼロワンさんにだけ聞いてみて、じゃあ無理だったら帰る、帰る、はい、帰るっていうか入らなくていい。はい、わかりました。うん、だってなんかね、歯医者さんで配信さんばっかりの集いなのにと思ったら。あ、そうっすね。あ、リスナーさんだね。リスナーさんがあのマリオって声かけてくれて、うん、あ、こんな感じか。変な声か。待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、あの、どっかで出待ちと。はい。ああ、それはだ。もともとは後輩みたいな関係やったんだね。6年間のお付き合い。あの、外にリスナーさんの一人だけ。誰の？ジロワンさんの。それ、あやじゃないの？じゃなくて。じゃない？はい。誰？いや、声かけられて。かわいい。見て、噛んだ。見て。はい。顔笑ってるやん、マリオ君。いや、なんて言うんだ。マリオさん、喋りかけないでもらっていい？ちょっと喋りかけないでもらっていい？喋りかけないで、ちょっと、うん、二度と喋りたくないから。はい、会いたいって言ったの。はい、まだやめてね、リスナー。あ、だめだめ、うるさい。そしたらもうここから動かへんすよ、ちょっと、マリオさん大丈夫ですか？ちょっと、大丈夫、大丈夫。ちょっとこう置いて、ちょっと置いてて。ちょっと、トイレ。で、みやべちゃん、お会計して。これ何？春巻きです。これ中何？春巻き。え、マリオさん何ちゃうで？もう解除されてる、一日が。トイちゃん、ここに。マリオさん、ほら。トイちゃん、今日はこれで帰らな。絶対帰りや。もう嫌やで。帰れよ。絶対帰るよ。水飲んでね。水飲んでね。もう偉い。水飲んで。帰りや。朝から。夕方冷めたりも。トイちゃん。帰ってや。帰ってや。頼むで。フリじゃないで、これ。え、冷凍そんなにある？もう。一発用で大使かいな、トイちゃん。あ？大使かい。大使かい。どうやって帰る？インスタントですか？1時かない。ああ、ちょっと1時回った。集団いじめってどういうこと？俺呼ばれたから来ただけ。俺、あいつのことは何も絡んでない。じゃあ、リタ君やな。はい。え、リタ君やな。何か？何？リタ君。どうしよう、それを送った方がいいの。リタ君でも見てたで、あの徒歩企画。確かに。ああ、もう思うわ。途中どっか吉野家とかで切れてたよ。飲み物の中にプラスチックみたいなの入ってた。ああ、全部見てる、見てる。ああ、全部見た。入ってたことなかったんで。すいません。もうなんかみんなの頼みとか、リタちゃんに頼んでて。私のみんなもらいなくしてて、うん、はい、ありがとうございます。なんかしなきゃ、うん、っていうか、し
優しい、ありがとう。ありがとうございます。配信してるからね。デスマさん来てないから、うん、配信してる時はさーって喋るやつができない。うん。マリオです。いつなら話していい。いや、今日もずっと配信してるから。そっか。うん。そうね。うん。基本的にね、あんまずっと配信してるから、配信が出るとも言ってないんですけど。頑張ります。ここはね、した方がいい。した方がいい。ありがとうございます。デート。ありがとうございます。ちょっと見せられません。リスナーさんは。すいません。ちょっと。相澤さん帰ったっぽいね。ジランさん今映せないね。今リスナーさんと一緒にいるんでちょっと寒いですね。マッチョリの少女さんありがとうございます。相澤さん配信してる。あ、配信者だね。うん、泣きながら配信してる。かわいそうにね。うん、いじめですやらも、いじめですもん。ありがとうございます。うん、うん、あれはいじめですもん完全に。本当に嫌いな人は亡くなれませんよ、うん、それはそうですよ。僕もそうですよ、うん、イベントは毎回出ますよ僕は、うん、みんなでそう叩かなくてもね、いいじゃん。配信外で言えばさ、配信内でやったらさ、もういじめだよもう。配信内でやったら、うん、あれはそうだよ。嫌い嫌いって言ってたのにね。会いたくないって言ってたのに、変わりたくないって言ってたのに来ちゃうんだから。いやでも全てがその相澤さんがね悪いってわけではないよ、うん、山田は嫌いだよ、うん、私も言われたの、うん、確かにね、相澤さんも行けなかったとこあるかもしれないけど、そんなみんなあることだからね。なんで相澤さんに謝るのっていうね、うん、おかしいでしょあれ、いじめだよ。お互い謝らないと、うん、いや強がりでまあね、相澤さん強がりでまあね、そのいいところもあるよ相澤さん。いっぱいすごい目の前でずっとなんか男の人か女の人のおっぱい触ってない目の前誤解では誤解では男の人がずっとおっぱい触ってんだけど、どういうどういう状況、俺の存在に気づいてないのかな。どう通常なのそれが。びっくりしちゃった本当に。空気が感じる、二人の世界で、ね、もう気まずいもん。あ、みるちゃん、あ、焼きそば作って食べてた。いやあ、まああれバンじゃなかったね、バンではなかった、うん、素材になってないかもしれないけど、あの一人でね、みんなは言われ続けてたら、まあね、大変よあれ。ありがとう、どうぞってね。よかったわ、いなくなったわ。何だったんだ、今のは。優しいのか分かんないけど。
あの人はね、もうね、スペシャリストですよ、完全に、うん、ごめんなさいね、わざとじゃないです。あ、誰か確認したら押しちゃったみたいな感じですよ。大きな映像喜んでた。あ、そういうこと。あ、1にしてよ。お疲れ様、ありがとう。俺は分かるよ、前澤さんの気持ちが。あれはもういじめだよ、本当だよ。あのね、相沢さんより山田の方が性格悪いよ、うん、それだけははっきり言えるよ。叩くなら相沢さんより山田だよ。どっちかっつうとね。そうでしょ。俺そっち側のね、そっち側の意見で俺、どっちかっつうと嫌いだよね。そう、ファンじゃなくてよかったですね。すぐうんこ食いに来てね、今もね、もうレストラン持って行ってね。ああ、ありがとうございます。本当だよね。しかもさ、なんか俺が思ったのは、なんかね、あの電話で喋った人もみんな意地悪よ、すごく。俺も無理だ。だからこれでね、配信の、これが、まあ、配信なんだろうね、うん。面白い配信をしてたんじゃない？7000人とかも見てたからね。あ、ゆらちゃんいらっしゃい、うんうん、だからもうね、そう、正しいことが全てじゃないよね、やっぱり、うん、いや、気持ちわかるよ。だけど相澤さんは、まあ、強くて強く戦ってくれてたと思うよ、うん、すごい、ありがとうね。俺はケツ拭けないよ、まあ、一感想だよ、俺の、うん、俺には何もできないけど、うん、でね、もう二度と関わりたくないって言って。あ、はい、はい、映しません。お邪魔します。はい、はい、領収書もらいます。すいません。ホテル、はい、うん、あ、お会計、全部ね、あ、よっ、全あ、ちょっと、あ、リタ君喫煙所いないですか。あ、いるいる、まだいる。あ、ジョロワンさんがいる、リスナーさんとね。あ、少ないけどどうぞ、ありがとう。マリオさん、いや、話しかけないで、ちょっと。マリオさん、やめてやめて。マリオさん、絶対喋りかけない。マリオさん、俺嫌いだから、うん、マリオさん会いたくないから俺。でも配信会で会った時と全然ちゃうじゃないですか。いやいや、一緒一緒一緒、やめて、営業妨害。やめて、本当に。あれ、じゃあ配信会で会った時の話は営業妨害らしいよ。喋りかけないで。わかったわかった。配信中は喋りかけないで。配信やめてやめて、配信中やめて。本当嫌いだから、声も聞きたくない。やめて、本当に。社内派閥があるらしい。一番性格悪いのは山田だからな。マリオさん、マリオさん、マリオさん、わざとわざとアンチ作ろうとして。いやいやいや、してないよ。わざと、うん、いいよ、無理して悪者ならんでも。あ、山田さん、ゼロワンに伝えて、
なんとかの話を配信にしないと約束破って誹謗中傷してますと伝えてください。夏木の話を配信でしない約束を破って誹謗中傷してます。あ、470だと、なんか言って、どういうこと。まあでも約束ね、お互いに破ったからいいやん。破んのかい。じゃあ、あと領収書ください。はい。夏木ちゃん読んだらでも0円やねん。よくわからんけど。あれは、うん、あ、ありがとう、うん、ごこないす。あ、ひとさん、パオン、ありがとうございます。パオン。ありがとうございます。なんか探してます。言わせるとき、いやごめんな、状況ぐちゃぐちゃやからな。まず、あれださんは OK やろ、もう。終わった。で、八王子は帰れる。うん、帰れる、はい、で、あとは、リタ君、うん、え、ニニにもいいよ、おるんちゃう。はい、あとはリタ君、え、リタ君ってイベントかなんか出てんの。あ、出てる、オッケー。じゃあ俺、リタ君と放送変わります。うん、ちょっと、いい、何を見とろう。なんでなんです。え、いやいやいや、いいの、俺いいで、別に。ただ俺、俺はそのワンライフ的に相沢さんに閲覧流れるのだるかったから、あのゼロワンの終わるタイミングで来たけど、もうええやろ。ええやろ。そうそう、まあ、マリオさんもおるし、別にバーン来たらええじゃん。しかもマリオさんこの後社長とおるやろ。ちょっと喋りかけないで。慣れないのも徹底してる。徹底してるな。何があるの。そんなことしてたら落ちないなとか、俺も夜寝れないだとか、明日寝れないだとか、まだ2本あるわ。よし、見たら分からない。よいしょ。かっこ、かっこいい。月はね、ちょっと俺はね、あんまり好かないね。うん、面白かった。うん、じゃあゼロワンさんにも言ってるよ。うん、いや、いいの、いいの、あれでいいの、もう山田の扱いは。山田もね、散々人のことを陥れてる配信してんだから、いいんだよ。うん、山田にはね。嬉しいですよ。あ、はい、了解です。ありがとうございます。そうだね。だってふざけたように見るかもしれないけど、そんなね、本気で謝るような内容じゃないもんだって。なんで関係ない人に謝んなきゃいけないのみたいな。家の住所を特定されたとかさ、あるよ、そういう。社長は社長の配信があって、俺は俺の配信があるからね。そうだよね。あ、頑張ってたと思うよ、あれは。俺はね、いろんな人がいるからね、いいんじゃない、別に。
ただ俺は、まあ、ただ相澤さんにあの頑張ってたなと思うぐらいで、うん、一緒だね。あ、本当っすか。よし、食べるな。似てるか似てないかわかんないけど、いや面白かったね。面白い配信ではあったと思う。カオスだったからね。相澤さん泣いててパチオジが歌ってんのはマジカオスだった。配信ってすごいなと思ったわ。どこに感情を持っていけばいいのって感じになるじゃん。あれはね、あれは一番ね、あの面白い瞬間ではあったね。相澤さんにはちょっと申し訳ないけど、いやね、でも言うてね、騙されてるって言っても そんなん言ったらね、あのみんなね嘘つくばっかりよ本当に。嘘つきばっかりですよ、本当。相澤さんだけじゃないよ。まあエンタメなんだろうね、あれが。だから相澤さんがすごいね、あの感情を出して戦ってくれたおかげでみんなこう面白い思いできたんだ。だから好印象しかないね。あー確かにね、そうなんだ。相澤さんが強いからね。俺もね、どっちかっていうとあれだね、俺の考えではもう夏希の方が性格悪いんじゃないかなと思うよ。俺はね、いじめられっ子の方だから、どっちかっていうと。いいんだよ、いろんな考えがあってね、パオーン、ありがとうございます。そうだね、そりゃね、あのいい人ぶるよ俺だって、みんないい人ぶるでしょ。そうだね、配信の嫌なとこでもあるよね、正直。なんかもう正しさが勝つというかっていうわけじゃないもん、なんか、俺は俺の考えでね、自学で言ってるだけだから別にいいでしょ、今日はあった出来事をね。だからいろんな考えがあっていいと思うけど、俺はまあそういうそっち側の考えの人間、そう、相澤さんっていいとこいっぱいあるで、だって歌だってね、うまいし、
俺には何の害もないし。すごいよ、スペシャリストだよ。相澤さんは頭もいいと思うよ。みんな悪い悪い言ってるけど、まとめたんだ。だからまあちょっとかわいそうだったね。ありがとうございます。そう、何も知らないけどね、何も知らないからこそそういうふうに思うよ、俺は。あの、なんていうの、やり取り知らないから、俺からはそう見えたっていうだけで、そうね。でもすごいと思うよ。だってあの、そうだと大手さんに会いに行ってね、あのゴールドプラスだからね、だってみんなに迷惑そんなかけてなくない？直接はね。まあ、俺はやられてないけど、やられた本人はそれはね、あの、なんかあんのかもしれないけど、あれはね、まあいじめみたいなもんだよ。数の暴力、まあそうだね。つうかね、ちょっとひどすぎるね。なんか盾とかさ、で土下座までさせちゃってさ、いじめよう。嘘つきすぎかもしんないけど、なんかまあ自分のさ、こう設定があるじゃん、配信って、よく見せようとするのはさ、当たり前のことで、俺だってよく見せようとするし、みんなしてんじゃないの、そんな。もう加工とかだってそうじゃん、よく見せようとして。気持ちいい終わり方ではなかったね、今。
ミヤビちゃん守ってあげたいけど、俺もね、ちょっとね、抜けてる場所あるからね、守りきれてない場所正直あるよ。ね、これでね、応援する人も増えてくれたらね、いいと思うけど、リサ君何したか分かんないけど、いや、ヘイト向けてないよ、別に。だからね、俺はね、そんなね、配信者じゃないよ。展開とか考えてないよ。みんながね、言うね、配信って言うんだったら、俺そんな配信はしたくないみたいな感じで、うん、そう、これがエンタメなんだろうけど、そういうことはいじめみたいなね、内容は嫌だね。いろんな人がいいと思う。だから関わりたくない人は関わらなければいいと思うけど、関わりに来るのがうざいよね俺からすると、俺もそっち系だから、関わってほしくない人は来ないでって感じだから。で、関わりに来た人をさ、みんなでさ褒めたたえるみたいな、もう訳がわからんよね。ゴキブリが誰かわかんないけど、本当だよ。いや、いや、地方都大じゃないわ。いや、別にどうも思わないよ。だってね、そこでのやり取りでしょ。そこでのやり取りで成立してんだから、他が言うことじゃないと思うよ、うん、ね、相沢さんだって無理やりね、おごらせたわけじゃないだろうし、うん、でも失格でもないと思うけどね、うん。だから、それをどう思うっていうのは、俺からすると、いじめっ子の考えなのかなっていうふうに思っちゃう。うん、偉そうにって。どっちが偉そうなのか分かんないけどね。偉そうにとか言う人の方が偉そうだけど、俺からすると。うん、ごちそうさま言えない人は俺だね。ごちそうさまなかなか言えないね。言うようにはですね、するけど、言うようにはしてんだけど、たまになんか言っても伝わらないとこあんじゃん。だからね、ちょっと大げさに言わないとダメだね。いや、みやき一人できるわ昨日酔っ払ってただけだわ。違います。便所太郎の弟ではありません。
中にね、もう聞きたくない声の人がいるからね。いや、俺はね、まあ全力よ。すいません。なんかいろいろ食べ、もう配信やってないです。やってないです。やってなくても知ってるけど、俺配信してるから。映っちゃダメですか、マリオさんの枠。うん、映っちゃダメ。ダメ。うん、嫌いだもんだって。俺はマリオさん好きです。ね、俺は嫌ってやってね、会いたくもないんだけど、寄ってくるでしょ。こっちに。うん。余計嫌い。嫌い。うん。笑ってもってる。そうじゃん、そうじゃん。もう笑ってる。違う。余計嫌いなんだって本当に。じゃあでも性格悪いよそれ。うん、うん、そういう性格悪い人嫌いなの俺。うん、でも俺はマリオさん好きっす。いや俺は嫌いだから。嫌いなの。うん、でも俺関わりたくない。関わりたくないの。え、でも関わらへんっていう。散々やられてきてるからだよこれは今。そんな過去に、ね、全力でヘイト向けたことないじゃないですか。いや向けてるんだって。僕が全力投球してたらそんなんで済んでへんすよ。いや済んでるって。もう済んでないですよ。もう散々ヘイト向いたっての。何で向いたんすかマリオさん。まず起こしたろ。でそれは社長に、うん、で今後も起こさないでね、はい分かりましたすいませんでしたで終わったじゃないですか。でバリオさんにもごめんなさいって、うんうん、謝ればいいのって話になっちゃうじゃん。うん、でも謝らへんより謝った方が印象いいでしょ。いやじゃあ行動ね、うん、行動、これからの行動。じゃあ今日嫌がることをずっとしてる。今日1回だけ、うん、マリオさんの枠移らせてくださいよ。うん、まだダメ。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 早い。まだ、わかりました。音声のみで。音声、いや、声も聞きたくないんだって。声も聞きたくない。うん、いや、部長山田はダメ。ダメ。ダメ。まだダメ。あ、じゃあ、まだ。まだまだダメ。まだダメ。まだダメ。わかりました。じゃあ今日のとこは引きますわ、マリオさん。うん。え、でも中入ったらどうですか。僕が出ましょうか。もうそれやったら。え、いいよいいよ別に。え、なんかここ寒いでしょ。ここおる。寒いよ。寒いでしょ普通に。寒い。中入ってくださいよ。席空いたんで。いい大丈夫大丈夫。なんでよマリオさん、マリオさんのために席空けたのに。いやいいそういうのもいい。で、あとちなみに、うん、あの社長が、うん、マリオホテルはって言ってましたね。あ、それ伝えに来ただけなんで。はい、すいませんマリオさん。お時間割いて、うん、じゃあ戻るわ。あ、はい、うん、来ないね。マリオ。はい。早かと帰るわ。ああ、了解です。自分の方がね。じゃあ僕はあの別ちょっとホテル、一緒のホテル乗って。ありがとうございます。アパホテル乗って。アパホテル、はい。キュアで高いですかね。俺のさ、はい、携帯電話さ、はい、充電して、あの、あるっすよ、ね、白いバッグ。そうですね。あっちなんですよ。うん。知ってない？まあ、あやちゃん、知ってます。あやちゃんとね、こうやって連絡取って、やれちゃんって来たのは、充電1回もらって、ゼロワンさんまでだから、僕が充電ちょっと、あれ、いや、ちょっとそれは言えないです。それはちょっと言えないです。みなみより可愛いよ。うん。はい、あやか。俺のなマジタレなれよ。もうちょっとこっちね。マジタレって何ですか？マジタレ、俺の女。マジな女。マリオさん、あ、ごめんなさい。ワンライブに入れてもらいました。あ、ごめんなさい。よろしくお願いします。あれ、登録してあげて。重機、あ、わかりました。こうちゃんも入りました。これ、僕充電ないんですよ。はい、こっちも充電。グロ言われてるんです。なんとかこっちしますか。私のこと、グロ言って。でも、うちはなっちゃんとも喋りたい。いろいろあったから。ワーボホテルない。1万6000円。1万6000円。謝りたいこともあるし、謝ってほしいこともあるし。喋りたい。え、なんでこれさらに。とりあえず調べてみます。ゼロワンさん、ちょっとこっちあるし。今から行きはるから、後日にする。ダブル、うん、出て入ってない。あ、ちょっと待って、それは、あれ、また明日話すわ。ツインで入ってますか。いや、違う、シングル2つやん。シングル2つはどうですか。ありますか。タバコ吸えますか。中村くんだってさ、
悪いことしてるやん。やめてよ、そのことばっかり書くの。ダメか。中村くんだって嫌がらせいっぱいしてるやんか。頭の悪い私にそうやってね、口喧嘩が強いことを言わないでよ、もう。あるけど、禁煙ルームだな。ああ、しかないっすか。やめてよ、もうそんなもうひどいこと書くの。お会計払ってから頼んでない。あ、ここだけ、ここだけ。ここ払うんで大丈夫です。いいよ、俺払ってあげるよ。あれを払ってあげて。はい。そうだから。いやもう。夏希どうするの？せっかく来たのに。今からどうするの？出ていくかなっていうのは。あやか、香川ば行こう。うん。はい。うん。俺から香川さんちょっとシャンパン入れる。あ、向こうは空いてないですよ、今日。え？空いてないですよ、今日。あ、空いてないんだ、今日こっちで。明日も空いてないです。本当？近いです。次は日曜日で、あんまり行っぱいないですよ。まあ、可能めばあるんですけど、白昼島から来けるみたいな感じになると。あ、これ空いますよ。香川さんによろしく言っといて。はい。今日の売り上げで少ない。そんなことない。じゃあこれに関してはだからそういうのもあって、そんな感じだと思う。ありがとうございます。あ、私はもうね、なっちゃんってありがとう。もう一緒にして。ひき肉。ひき肉。ありがとうございます。私はちょっと今の時間からちょっと電車ないんで、ちょっと朝までちょっと配信するか、どっか時間潰します。やりすぎて。だからまあちょっと僕がやりすぎたから、恥ずかしいでしょ、マスクしてね。ちょっとかわいい。みんな帰るとこあるの？いや、僕らは次行ってみよう。あ、八王子さんやん。みんな帰れないの？畑屋が空いてますか？私は八王子さんは、みんなおろおろばらばらけるみたい。これはここまでとか。アンメンちゃん来る？ここからみんなで、ばらけるみたい。みんなで、いろんなところが分かる。ありがとう。ありがとう。そうそうそう。だから、なんとも。何？あ、すいません。楽しんで。はい。この、今夜は長いから。こうちゃんめっちゃ強いもん。パルシちゃんは。鼻でか。あります。あれこれ。なんかめっちゃ加工されてる。あ、違う。開いてるやつですか。ライトあるっすか。レア番号。こんな感じですよ。だから、まあ。なんとなくわかったかな。あ、戻ってきた。みんな帰らせれる？うん、いけるよ。別に帰られへん人は送るんで。山本さん、ワンライブ入れてもらいました。ああ、もう入れよう。いや、行かないよ。俺とジュナマさんシングルで。うん、山本嫌いだよ。あれ、あのね、うん、ウズランさんネタ。いや、ホテル撮ってんだけど。長いんだよ。長いね。今日保留中。あら、おタバコ。今日楽しかったですか？楽しかったです？うん、いや、申し訳ないな、デュラにな。ああ。いや、もうどうしようもないわ。
どうにもならん。不安定だな。ブルブルブル、社長かな。3万ぐらいですかね。3万ですね。じゃあ3万ぐらいですか。あのブルームってなんで。え？普通言わないですね。言ったらあかんやけど、プライベートもんねえだから。うん。まあ正直でいいけど、別に。まあ酒なんてないんやけど。うん、あの人は、おっても、あの、長官と富士山だったかな。で、もう一人女の子。もう一人ですとか、ちょっとダンスを踊ったとか、3人で踊ったけど。なんでじゃあ、まあ、そんなこともあるから。あの、この、この方向に来たのかな。その時にみんなを4人か5人か知らないと言わないんだけど、みんな行ってほしいよ、ここで。あ、そうなんですか。みんな。へぇ、うん、まあ、あんたが仕事だから、東京で、うん、で、一人から別れて2、3人、こうやってもね、うん、で、その時に出ましたら、いろんなことを喋ったんで、俺もいろいろ言ったけど、お前はこうお金稼ぎを一つ見るのがいいって言わないで、もう一人はもう終わった話ではいないんだけど、いろいろ変わって、パパと変わったりして、もう猫が変わってくれた。言ったら、もう猫が誰か分からないんだけど、見てけばな。うん、もう見たら、なっちゃんとか言ったから、と思って見下げたの、うん。ごめんねって言ったら、うん、誰かなって言ったら、入れるなって。え？そしたら入れるの。あ、そうなの？うん。女の子行ったから。だから、その前に俺、林立てるときに行ったんじゃなくて、うん、その時に、俺、セブリー行ったんだけど、なんか、俺、セブリーお金もらいに行ったとか、対策会議とかって言って、で、出したんだけど、ミネムに行くと、いつも3年しかなかったんだよ。うん、で、ミネムに行って、ずっと林立て乗ってたら、返せってなった。で、いつもですね、で、僕でもできたんだけど、もう1万全部だから、返せって返せ、うん、で、あと3時しかないのか。じゃあタクシーで全部乗るんやんか。じゃあ電車も電車に乗るしかないんか。うん、な、いらなくやっていい。で、でまあ、俺も1個飲むやんか、内観は。買っていったね。まあ、高いで、高いとこが高いかな。あのコンビニとか行ったら、まあ、あのこと。どういうことか話すやつって言うんやけど、タバー高いの。なんて、400円、500円取れるんだよ。ああ、そうか。高いでこうやって。ああ。で、いつも買っていくんだよ。うん。25%ね。うん。で、1800円、1900円とか。聞いて、水と氷と。うん。ある時、アンちゃんって言ったら、アンちゃんって言ってるから、すげえ長かったんだよ。もう、なんか気持ち悪いから、言い出してさ。なんか他人がなんか、テニステルとか。ああ、だから絶対にやるな、お金やるな。ああ、そうなんすか。あんまり聞かないんじゃない。で、今度さ、すぐになっちゃう。あるのか、あの、パパが、じいさんが、
あのとこ絶対もね、3回前に2万人ぐらいで。なんか、ずっと保留中で、今電話してるんですけど。先生、すみません。うん。ありがとう。あ、僕ですか？はいはい。あ、家もいいとって。うんうん。まだいるから。忘れられてんのかな。いやいや、それも思ったんですけどね、なんかその…ああ、すいません、どうぞ。何のために来たの、山田。いや、すいません。俺映せばいいと思う。あ、そうだ、いやいや、そういう問題やろ。あー、うっす。これ、綾香と、あれか。え、綾香と。おう。ほんまにタイトル通りすいませんでした。あ、ほんと。もうこう、言うするのは早かったですけど、ごめんなさい。かけ直すか。かけ直すか。その線に行ってないやんって。でも全部出したら線ぐらい行ってるっすよ。全部出したら。あ、そうです。あ、すいません。すいません、ちょっと気使いすぎました。ごめんなさい。ごめんなさい。長いね。めっちゃ長い。かけ直すか。ギャラ払ってるからみんなに。大丈夫やね。まあ、それは、はい、すいません。すいません。どうしたら来るわ。あ、ありがとう。リュックは。リュック僕っす。あ、もしもし。マリオ、俺のリュックは。あ、あっといてよ。マリオ。あ、あっといてよ。俺が外からのリュックは。155cm やで。あ、どうなってます？シングル2つ。女芸やめて、ゼロワン。あ、マネとかですか。わかりました。もう女芸やめてって。誰かな。いや、キツネなんでちょっとどなたかは存ぜへんですけど。あ、彩香持って帰ろうとしないでっていうコメントあったっすね。ゼロワンダメだよ。あー、また。おお。いやいやいや。細くなったでしょ。これ持ってもらっていい？はい、マスク取って。あ、これです。これだけ。いや、もう、あ、そうじゃない。もうバッテリーだけ。あ、そうなの。そこ借りていい？いいですよ。やっぱ充電ないから。これ借りていこう。あ、いいですか？あ、そうです。ずっと売ってたでしょ。もう1年ぐらい前から。1年ぐらい前。そう、ずっと社長で売ってたんです。ガチのマン。あ、そうです、そうです。持って帰ろうとしてるでしょ、社長。悪いとこ出てるっすよ、社長。悪いとこ出てるっすよ、結構。で、これ、配信やからとかじゃなくて、割とガチめに、どうにかなろうとしてるっすよね、社長。あの、シングルで出演に2部屋空いてますか？世論はやめろって言ってるよ。やめろって言ってる。あ、多いっす。2人でシングル1つずつ。あ、じゃあ今から行きます。いやいや、ほら、あやこはやめろ。あの、堀越です。はい。30分ぐらい。もう打ち紙にしておきます。はい、はい、すいません。失礼します。取れちゃいました。取れた。
めっちゃ近いね、めっちゃ近いんだ、はい、あ、取れました、取れました、はい、近いです、すごく近いです、持っていくコストがあるね、ナンパしてね、帰れば、そうしたやっぱ来た、やばいね、ルノンさんにも、これこれでルノンさんにも、あ、はもうあれなんですね、じゃあホテルまで一緒に、トシちゃん行くんだよ、何してるの、トシちゃん帰るんだよ、帰る、帰る、トシちゃん、これだってあかんねんけど、最初の手やるぞ、いっぱい乗れんか、はい、4人して乗れんやん、乗れるよ、さっき最初乗して、毎回遅いねんから。そうそうそう。あんたは叩くな。叩くなよ、エレベーター来たよ。あんたが叩くなよ。帰らなきゃね。お願いします。僕電波なくなるから俺は階段で。階段で。映さないで。これ僕のじゃないです。リタクです。うんうんうん。リタクのでも映さないで。一回これでいきますか。一回これでいきます。あ、そうそう。はい。とりあえずじゃあ下行く。あ、いいじゃん。どうした？これリラクだ。次来るから、次来るから。外カメだけで閲覧会できるやろ。すごいね。うん、でしょ。じゃあ、寝てない。はい。はい、どうぞ。ありがとう。じゃあ、ちょっと一回下、降ります？どうした？ちょっと、うん、降りていいよ。うん。こちら、ありがとう。こちら。こちら、降りて。うん。やっぱ火事になってる、火事。や山田系だよだからね。山田系。そう、まあまあね。それなりに。よし、行きましょうか。ごちそうさまでした。ありがとうございます。店長ありがとう。筋のところですね。境筋。あ、そうだね。だから、ちょっと大通りで左。めちゃくちゃ近いんじゃないですか。そこまでみんな。そこまで送りしたいんじゃないですか。行けそういうゆっくり。とりあえずデノワンさんの。あ、いや、あの、マリオさんも死んでるでしょ。まあ、多分そこだ。明日またあれだよ。うん、そうだ。何時でも行けるんで。うん。マナーモード解除してきますね、ちゃんと。うん、いや、見てごめん。ほんま行ってるよ。スーツ凍ってるじゃん。スイスイス、ケーキ凍ってる。マカロン買ってもらって。本当に今はダメなんだって。何が？そう。
ですね。山田はそういうやつだもんね。あ、いや、大丈夫です。ありがとうございます。うん、大丈夫です。うん、大丈夫です。今回、仲良くしてよ。あいちゃん、仲良くしてよ。仲良くは関係ないよ。なんで？めぐりめぐりんだ。またね、バトル。じいさんとかもかわいそう。みんな大丈夫でしょ。みんな。ああ。大丈夫か。あれ撮ってよ、動画撮ってよ。こうちゃん撮ってよ、あれ。あれ撮ってごらん。向こうに見てるから。撮ってごらん。撮ってくってる。飲んだところの美味しいんだよ、ケーキが。あ、そうなの、うん、いやいやいや、美味しいわ。ちょっと入るよ。ラーメン便所太郎の弟子に。いやー、ならない俺だっての。俺サンダルだよ。ちゃんで食べたら、うん、何だったら絶対食べたら、うつ人も何食べたこれで面白いの、うん、ここに集まってますよ、ね、家庭してる、うん、ほら、うん、ちゃんもでも持ち帰らないよ、持ち帰らない、持ち帰らない、それはしないよ。タクシー乗せるわ、タクシー乗せるわ、そう、俺ね、カメラ下手ならしょうがないね。いや、俺がね、先陣を切っているんだよ。つまんないなら、見るなよ。他の枠行けよ。面白い配信見とけよ。わざわざ行ってくんなよ。ありがとう。ハリタンだ、ハリタン、こうちゃん、あー、ありがとうございます、ありがとう。これ行くか、わからん。あ、本当に。あ、そうよ。そうよ。うまいやん。
よし、ここでタクシー拾えばいいんでしょ。ここで See you next one。いないわ。行けます？行けます？カリタわざわざタクシー。どちら？できますか？家まで。どうしたか？どうしたか？天下統一。自分の家までどうやって行くの？お金かかるやん。エルコレ大阪20億プロジェクト始動。新戦力20億円参戦&シャット7店舗獲得。寂しいんでしょ。いいの？分かったから、トシさん乗ったって。エルコレは大阪でも天下を取りに行く。トシさん乗ったって。まだお願いします。トシさんどうした？弁天町。弁天町です。弁天町経由して京橋行くの。弁天町。弁天町さっき。そうそう。お願い。ではトシさん乗って。日本一への挑戦。最終章。帰ってった。バイバイ。はい。南だ。ありがとう。ブラマンさんが呼んでる。これここにいるね。俺の荷物は？あ、リタ君が出てくる。はい、ホテルまで一緒に。ありがとうございました。じゃあね。もう行けたのに。どこ行く？踏みとどまったわ。なんで？
ここです。ん、ここ、ここ、あれ今日は倒速する。はい、ここ行く。はい、もうリータ、マリオと止まってけよ。え、いいんですか。あ、部屋料金払って止めちゃって、マリオ。はい、な、はい、ついにして、マリオ明日、はい、チェックイン絶対チェックイン貸して、チェックプレ買いに行くから。チェックイン、チェックアウトですか。チェックアウト、チェックアウト集合。はい、ね、はい、プレゼント買いに付き合って、はい、どこ行くんだ。ホテルで寝るんだよ、一人で。オナニーして、めっちゃまだハメマじゃん。お泊まりしねえ。飛行機さんって方も出てるからバレバレすぎて、どっか行ってまってん。あれ本当のデルレスだと思う。1年間いや、わかんないですね、話してないんで。わかんない、あとマスクつけてもらって。ハイトラじゃない、危ない。わかんないですね。いけない。かわいかった。あ、ありますよ、カバンの中に。ある、はい。これいくらだった。1万3000円ぐらいかな。安いな。もっと安かったかも。よくこんなとこ取れたね、近く。はい。シングル2つで取ってるから聞いてみないと。堀越。堀越。シングルとツインに変更できます？シングルとツイン、3名様ですかね。うん。そうそう。喫煙で。はい、できます。うん。領収書まとめてください。はい。俺の財布。あ、もう。うん、3名様の名前ですね、うん、カタカナでもいいですので、こちら3名様の名前と代表の方のご住所と電話番号をお願いします、うん、名前何リタは本名バレてる。あ、バレてないです。マリオミュートしてあげて。はい、
そこをうまく拾って、はい、わかりました。調整して、はい、で名古屋行くから。はい、わかりました。うん。朝早い。朝早いで。10時？え、何分？うん。15日10時。うん。で法事終わって、はい、で俺のもう身内に紹介するから。はい、わかりました。もうそこまで来てる。はい、わかりました。正直。はい。でラーメン服食べて大阪トンボ帰り。はい、わかりました。いい。はい、わかりました。忙しいよ。はい、忙しいですね。うん。でそこから網村行って、はい、久しぶりにあのシーマさんに会わないとラップのね、はい、この先生に、はい、で会いに行って、はい、でバンちゃん美容院、はい、スコモ矯正配信、はい、で次の日に、はい、ぼちぼち帰る。わかりました。で火曜日スパーク練習だから。はい、わかりました。みっちりぎっしりなってるで。みっちりぎっしり、うん、はい、頼むで。わかりました。見てくれ、うん、なんかとられるのください。うん、すぐ来ます。じゃあやる気出せよ。もう、はい、任せてください。頑張ります。うん、すいません。はい、失礼します。お疲れ、みんな。はい、お疲れ様です。失礼します。こっちじゃないですか。あれ、これ何番？これこっち。あ、違う。こっちじゃない。いや、ちょっとリサさん覚えてる。ちょっとちょっと覚えてみて。これいいっすか？俺ニワトリだから。いやいや。映ってもあ、いいですか。あ、リアトとオッケーよいしょ。あ、お疲れ様です。すいません。いや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 、どっちもテーブルあっていいね。そっちもあって、ね、そうなんですよ。こっちもテーブルあって、どっちも、うん、ちょ、覚えといて、みんな。ちょっと危ないから、忘れちゃいそうだから。全く覚えてる、今の言われたの。あ、部屋番号ですね。部屋番号じゃないよ、大事な用事。あー、15日ですね。15日、はい、じゃあ覚えとこう、ちゃんと。明日、とりあえずチェックアウト一緒に出て、うん、で、プレゼント買いに行って、うん、で、そもそも今日何日なの。今日14じゃないですか。え、じゃあ明日、え、何、と、言ったら今日日付回ってるんで、うん、そうですね、14今日だから10時までに起きてチェックアウトしてプレゼント買いに行って、今日自由行動、今日プレゼント買いに行って、はい、だから俺と今日は、あれ、今日は養分さんの誕生日。そうです、今、なので。で、あれですね、これで買いに行って。こうちゃん三脚持ってないよ。こうちゃんって誰？こうちゃんは男の方ですかね。これ、リタ君の三脚でしょ。そうです、そうです、はい。リタ君が使ってる三脚誰の？これ僕なんです。僕、一番最初に使ってたやつ、ちっちゃくて、うん、持ち歩いてるだけ持ち歩いてたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。じゃあ、リタ君のだ。そうですね、両方僕です。あ、え、あ、違う、え、その手持ちの充電器あれですよね。ん、あ、あ、僕、あ、大丈夫です、はい、これリタ君のでしょ。ですね、大丈夫です、うん、大丈夫です、うん、ありがとうございます。リタ君はあれよ、もう、はい、ワンライブの人間よ、もう。あ、言っちゃったっすか。あの、明日やろうかなと。うん。そしたらじゃあどうする？はい。何時って言ってた？明日っすか？チェックアウトは？チェックアウトは多分ホテルは基本的に10時だと思うんですけどね。10時？はい、どこも10時だと思いますよ。じゃあ、何？どういうこと？はい。どうしたら、どうしたらいいの？じゃあ。これ、とりあえず、うん、明日朝お越しに行かしてもらって、うん、で、うん、リラ君配信してないの？してます。うん、リラ君してます、はい、うん、一人用、俺らどっちもしてんだから。クーラーつけました、すいません。ありがとう、ありがとう、うん、明日朝一緒にみんなでチェックアウトして、うん、チェックアウトしてどうするの？
チェックアウトして。プレゼント買いに行くって言ってました。プレゼント買いに行くの。はい。でその後は？は自由行動ですね。自由行動。はい。でその次の日だよね。朝。そうです。朝へのそうです。その次の朝が10時ですね。10時か11時。10時かどっち？11時って言ってはったんですけど、うん、10時でも大丈夫のはずです。マリオさんは10時で答えてました。さっきは15日10時でいいですよねって言ったら、はい、いいよって言ってました。あ、本当？はい。だからあのどっちでも行けます。でもまあ11時までに間に合えば行きます。11時に名古屋ってこと？いや違うの。15日ですよね。15日は11時に会うみたいな感じだったんですけどね。まあ明日また聞くのありですね。明日聞いて。え、明日また聞くの？あの15日って 10時でいいんですよねって僕あの確認させてもらいます。もちろん。で17は練習でしょ？そうです。で、16は何？16はあれじゃないですか、大阪にまた戻ってくる、とんぼ帰り。そうですそうです。で15は名古屋？15はそうですね、ガチって名古屋行くんじゃなかったですかね。で、その予定やと思うんですけどね。あれ、いやでもそういう、じゃあ朝早いんだよね、15には。15はね。そうですそうです。で名古屋に、はい、何時？名古屋は多分あれじゃないですか、あのお二方で行かれるんで時間ちょっと何も言ってなかったですけどね。ガチ時間言ってたよね。15日ですよね。何時から？15日はあれですよ、法事何時から？その時間は言ってなかったですよ。ガチる時間も言ってたっすよ。ガチるのが 10時か11時って言ってましたよ。で10時でしょ。何時の電車乗ればいいの？じゃあ 10時に到着とかで。え、こっちでガチると思いますよ。あっちでガチるんですかね。え、あっちだよ。だから朝早いのはだから名古屋に着いてなきゃいけないから。そういうことですね。そう、そういうこと。任せてください。時間あるんで調べます。うん。あ、そういうことだったんでね。あ、もう僕がもうあかんわ、至らんところにあるんで、うん、ちょっと任せてね。そうだよ、リサさん覚えてないの。そもそもなんで？え、多分ミュートにしてました。解除したの遅かったです僕が。なんで？あの部屋入って、うん、あの結構あれなのかなと思って大事な話やなと思って、うん、あの解除するの忘れてました。すいません、本当。じゃあどうすんの？いや、あのすいません、明日ばっかりちょっと僕ちょっとすいませんですよねみたいな感じでちょっと確認させてもらいます。じゃあ俺ちょっとリサーチいないときついんだけど、ちょっとそこでは覚えられないから。完全に僕が悪い、うん、ちょっとあの確認します。明日もう一度ちょっとすいません。なんでミュートしちゃったの？あれじゃないですか、あの僕の個人情報あれバレてないってなって、うん、ミュートにしてもらったじゃないですか、うん、そこからずっとミュートだったの？そうですそうです、そうです、ずっとミュートでやってました。部屋入って話終わるみたいな。あ、そう。じゃあ明日また聞かないと。あ、ちょっと待って、うん、あ、なんかそっちミュートしてなかったの？いや、解除にした時が同じタイミングだったと思うんですけど、うん、なんか10時に陽文さんの家に来いって言ってなかったってあります。あ、それ嘘だね。え、嘘ですか、うん、だって明日だもん、はい、今日でしょ、今日陽文さんの誕生日。それはそうです。で、それで、うん、あの買い物行ったら解散って言われたんだよ。だってそうそれはそうっす、うん、だから時間ないんだよ、そこには。あー、ってことはの朝、あ、そういうこと、しょうがないじゃん、こっちメモリる余裕なかったんだから今ね、やることやったんね、うん、あの、両手下がってんだから。明日、うん、行くじゃないですか、ヨムさんのところ、うん、僕らじゃなくて、うん、ズロマさんが行きはって、うん、で、帰るのが明日の朝やから、その朝、ヨムさんの家に来いよってことじゃないですか、もしかしたら。あ、そういうこと？多分、はい、そういう、もう意味ないよ、だって録画とか、だってミュートなんだろうって。あ、今日、18時にヨムさんの自宅に集合って言ってはって。395書いてくれてる？290号ならいるけどね。呼び止める？そうなの、90号え？え、いなくない？390号。
でも確か あ、ワンちゃん止まってるかもしれない。からそのあれなのかな、え、な、え、どうなるの、これどうなると思う。そういうことか、これが僕の初仕事だったんや、完全にそういうことや。明日アメ村プレゼント、アメ村なのプレゼント、15時に15早起きでトンボ帰りの17連勝、17には帰る。待ってるよ、それ。待って、ちょっとラインを送るわ。ちょっとアメ村は16、ちょっと待って、17には帰る、はい、で、ちょっとみなみにラインしとくわ。17には帰る、で、あ、15時だけ名古屋で欲しいから朝10時には名古屋に行くんだよ。朝10時だ。天才。366号さん。ナイス。行ってるわ。成功してるわ。ってことは、そう言ってたの、ラッパーのところに行ってたの。366号さん拍手だね。そう言ってた、リタ君さっき。ほんと？じゃあ OK か。みんな覚えておいてね、これね。多分大丈夫。遊びじゃないから。多分行けはった。なんか僕、携帯暗いの。あ、リタ君ごめんね、ちょっと。いや、うん、全然。で、ちょっとすぐ電車の時間を調べてもらっていい？あ、任せてください。うん。10時にはもう現地だからね、うん、そうするとちょっとプレゼント朝名古屋の駅に、そう、ちょっと暑すぎ、ちょっと髪の毛あげるわ。9時ぐらいには到着したいって話だよね。9時に到着ですか、名古屋。うん、ちょっと待って、スクショしてない。366号さんちょっとスクショしとくか。待って、15日は6時起き全集合。新大阪発で大丈夫です。こっから新大阪発なの？新幹線は、うん、結構そうですね、新大阪からですね。じゃあこっからタクシーで新大阪行くのか、あ、どっから行くか分かんないけど、まあいいや、新大阪に何時の出発？名古屋ですもんね。名古屋、こっちを8時57分で行ったら9時47分ですね。これがカツカツですね。それギリギリすぎんね。9時到着だから。あ、9時到着ですか。うん、9時到着なら、うん、8時6分のに乗って、うん、8時55分ですね。じゃあ8時15分で9時4分ですね。じゃあ8時に到着すれば OK？ そうですね、8時には新大阪で、うん、もう電車待ちみたいな感じですね。やつがいた、喉にやつが。じゃあ みんな覚えておいてね、これね。これ、時間あらしてきますね。55分なんで大丈夫です？7時55分？いや、6時、違う、8時6分から8時55分ですね。到着が8時55分。あ、いい、それでいい。うん、6分？8時6分？そうです。
あ、ありがとう、ありがとう。328号さん、わかりやすいわ。すごく、86。これを、あー、ポンポンありがとう。ルタ君マネージャーだったら有能だと思うよ。いやいや、僕なんてもう今ので分かったでしょ、誰もできんかったでしょ、完全に一緒じゃん、うん、じゃあこれで今あの送りました。送った、はい、どっちに？2に送んなきゃダメだよ。2です。いや、はい、2に送ったらダメってことですか？2に送って。あ、2で、はい、大丈夫です。これ2に送ってます、もう、はい、あ、OKOK。 それが、これが、そうです、明日だよね。これが、そうですね、は、15なんで、うん、15日の朝これに乗ってもらえば、うん、いけます、この時間通りっていうやつです。え、みんな知らないと思うけど、リタ君ってね、俺の右腕なんだよ。だから、ゼロワンさんの俺みたいな感じ。わかりやすく言うとね。そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、こういう感じ、うん、すごいわかりやすかったでしょ、うん、給料払わないけど給料払わないけど全然疲れないよ、ありがたいこと。そうで、しかも奢ってもらう側だから、結構もうリタ君に奢ったことなんかないから多分。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。リタ君毎回奢ってくれるから俺ありがとうございます、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 ありがとうございます。たまにファンタとかくれるから、リタ君。いやいやいや、ほんまに